英語の方がおしゃれな気がしますね。確かに英語の方がおしゃれな、おしゃれですね。金の卵、英語だったら英語なさいな、金の卵。ゴールデンボール、それなんかさバブル、バブルもいいですね。そういうもんですよね。そういうもんですね。とか無題、タイトルなくなっちゃった、タイトル消えちゃったみたいな。白紙、白紙。日本語か。まあ、真っ白な人たちがこう1000万でこう変わっていくっていう、いろんな、なんかそういう感じ。まあ、タイトルがなくなっちゃったらっていうエピソードって結構なかなかないじゃないですか。それをもうなんかこうバチッと決めるといいですけどね。そのタイトルがないからノンタイトルにします。おお、めっちゃいいっすけどね。ノンタイトル、ノンタイトル。この1000万あなたならどうですか。ノンタイトルってなんかめっちゃ興味引きそうじゃないですか。確かに、もう実際タイトルなくなったし、で筋書きのないドラマみたいな、はい、一から物語が始まるんで、ノンタイトルでもいいかな。もう実際どうなるか、確かにやってる僕らもよく分かってないとこあるんで、どういう結末で終わるのかっていうのが。ノンタイトルはかっこいいですけどね。サブタイトルでも大体意味わかるし、おしゃれっすねこれ。うん、確かに。ノンタイトル、この1000万、あなたならどうする。だから今物語がない状態なんだけど、どうなっていくのかっていう意味も込めて、もうありかもしれないですね。その言ったら6人が紡ぎ出すストーリーにワクワクできますもんね。これだったらタイトルがないんで、結末がわかんないですよね。だから普通だったらこう成功して終わるとかっていう、そう大半なところをこれ失敗して終わるとか、台本がないっていう、だから途中でなんかよくわかんないハプニング巻き込まれて企画が中断しちゃうとかっていう可能性としてゼロじゃない気がするんで。まさに今日もですからね、まさに今日もタイトルがなくなっちゃったし、ノンタイトル何が起きるか今後もわかんないじゃないですか、今の時代。だからいろんなことが起きて、その上でなんか成長したりとか挫折したりって、僕たち自身もあると思うんで、そういう意味も込めてノンタイトル。もうシンプルで、しかもまあ覚えやすいですよね。ノンタイトル見たっていうのは俺全然なんか言いやすいし。確かにノンタイトルは興味引きますよ。ノンタイトルっていうタイトルなんだって、ありじゃないですかね。普通にめっちゃいいっすね。うん、めっちゃいいっす。これこれでいいんじゃないですか。 U-NEXとかでこれが出てくるわけでしょ、上にパッて。そうそうってなったら結構サブタイトルも相まってかなり気になりますけどね。これそもそもどんな番組なのっていう、まあ、1000万円使うことしか分かんないじゃないですか。引きはすごいですよね。めっちゃいいっす。どうですか。いや、もう本当にちょっとびっくりしてます。